はい、こんにちは、ブルーホースです。ちゅうわけでね、本日もやってまいりましょう。バイオハザード RE4。すげえね、画面をね、めちゃくちゃ明るくしたつもりだったんですけど、全然明るくなってくれてないというね、しょったま。はい。ということで、まあ、ぜひね、チャンネル登録ボタンとグッドボタンを押してから、まあ、しっぽりとね、ゲーム実況をご覧いただけたらなというふうに思います。前回、バイオね、RE4、まあ、第1パートをやっていったわけ。あれ、なんか、ここで牛死んでたっけ？あれ、そういえばなんかさ、ここの小屋燃やせんじゃなかったっけ？ね。まあ、しばらくは崇拝行ってるから、キャツラも帰ってこないと思われるので、え？あ、キーピックがいるのか。なんかでも本当にすごい、ポン、え？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 びっくりした。え？お前、崇拝どうしたのよ。違う。え？あの、超焦ったー。こっちとか出てこない、大丈夫？あ、もうな。いや、これびっくりぽい。いや、超焦ったあ、ビビりすぎて。咳が止まらん。こんなのが他にもあって、もう心臓持たんよ。今心臓、これなんかほら、昔さ、音じゃさんがさ、心臓メーターかなんかさ、ホラーゲームやってる時につけてたやつあるじゃん。あれやってたとしたら俺多分今ものすごいドクドクなってると思う。ここは開かないのね。ここマーセナだったら入れるけどね。大丈夫かよ。全然敵いないと思ってすっかり安心しきってたのに。あ、ここはなんかすごいボロくなってる。素材 S。乗り越えるのはなんかすごい自動的にやってくれるんだね。これは、村長の方に戻るやつだね。お金が果たしてこれちゃんと300というかが高いのか低いのかっていうのがわかんないよね。よいしょ。ほい。出ていって、まあ、なんか、めちゃくちゃ、急いでプレイするというよりは、まあ、ゆっくりさ、昔でも懐かしみながら、プレイ楽しんでいきましょうよ。ね、みんな。これは、なんかさ、体験版やってるツイッターとかも言ってたら、なんか、チラチラここが開くみたいなのが、なんか、言ってた。ショットガンでけえな。あ、素材とかも全部これあれなんだ。じゃあこれ、しっかり、作っていかないとすぐアイテムパンパンになるね。アイテムじゃねえや。アタッシュケースか。あれここ牛いなくなってる。牛あそこでやられてるってことか。マーリオじゃないわ。These people are sick。おお、完全にボコボコにされちゃってるよ。ここのアイテムは。ほい。キーピックがないと開けられないとかなかなか辛いよね、あれね。アーカイブとか全然なしか。お邪魔します。あー、もうなんか出てくる？大丈夫？ルイスだったら大歓迎だけど。なんであいつあそこで帰ってきたら村人に怒られるだろうな。あれ、なんか、あたしの家割れてるっつって。で、こっちの方になんか宝、あったあった。へぇー。なんだ。宝飾のある首飾り。拾った取るじゃん。なんか宝石はめ込めそうじゃない？どうなんだろう。こっちにも井戸がある。井戸めっちゃあるやん。これどうやったらオープンセサミするんだろう。わかんない。で、ここ、登るか。本編通りで行くならね、ルイス、おおって言ってびっくりした。なんだ、そういうことね。これじゃあ登れなくなってますね。アンチじゃなくなったんだ、ここ。びっくりした、もう。一個一個びっくりするポイント多すぎるだっぺや。で、ここは、うっつ、しょったまあ。ああ、これちょっと扉のマーク。え？あっち行ったら多分敵が出てくるんだろうな。ちょっと、
パン玉。こっち側は特になしか。整理しろよ、ちゃんと。よし、お邪魔します。ダイナミックに、あ、え、ベッドだけの部屋？なんだ？ああ。オープン。ルビー。宝石ルビー。ちょっと待ってね。宝、じゃあマップじゃなくて、あれ？鍵のかかった単数。通貨。エクスパンショントレジャー。通貨。あれ？ちょっと待って。まだ拾い忘れのアイテムが超あるな。そうじゃなくて、あ、これだ。これは宝石と組み合わせか。これ、いけるんかな？組み合わせ。あ、いけるっぽいな。ここじゃね？あ、だよね。お、これで？ほう、売却か。あ、へぇー。売、え？売れんの？あ、売れるんだ、鍵。すご。で、ちょっと待って。あの、通貨がどっかにある。あった。あ、こんなところ敵倒してたっけ？鶏を追いかけ回したら卵産んでくれるとかあるのかな？え？ちょっと待ってよ。違う。V が早いんか。鍵のかかった単数。え？エクスパンショントレジャー。これなんか、なんだろう。で、ちょっと待って。お、通貨が、あ、あったあったあった。このところ敵倒したっけ？記憶にない。これはなんか、帰ってきたらどっか、いつか開くってことなのかな？現時点では、無理。あ、違うわ。なんだ？あー、そういうことか。あ、はい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 。アシュリーが帰って、と一緒にいたらできるってことか。でもここにアシュリー来る頃さ、ってめっちゃ今気づいたけど空が明るい。夜中に来たはずなのに。アシュリーと来た時には多分ここ真夜中になってるんだよな。それくらいと、24時間戦ってんの不眠不休で。あ、じゃあ一回寝るっけ。確か本編で寝てたよね。本編って言い方おかしいな。これも本編だもん。原作だな、言い方としては。うわー、オリアオープンセサミ。さて、崇拝して、教会巡りをしていない不届き者たちを。なんだ？ There it is. 風車。風車ってなかったよな、原作な。さて、こっからはもう全くの未知の世界だぞ。おお、セーブポイントがある。セーブポイントがあるのはありがたいけど、ちょっといつやってるかがバレるのはあんまり良くない。まあ、前回パートでね、3月25日の0時12分にやってるっていうかバレちゃってんだけどね。ああ、いるね。あ、牛が歩いてるよ。え？羊いない？バレた。これは、原作の時はなんか壊してあれだったけど、特にあるわけじゃないのかな。どうしよっか。撃ったら来るかな。なんか怪しいな。気のせいか。まあ、いいや、おびき寄せっか。おいで。さあ、超チキンプレイが始まるぞ。うんこ出してやろう。ピカピカディート。さあ、来い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 。動きが早えな。うら、あ、卵。卵。あ、いって、なんだ？撃たれた。あ、来た来た来た。おっ、おばさん、いった。ちょっと、おばさんすげえな、こいつ。おいてててててて、おばさん強っ。え、他に敵は？てかなんかすげえぶら下がってんだけど、これ。これ、青のコインだよね。あれ？これ消えた。あったあったあった。これ。あれ？15分のから5分の。
ガリッガリやねん。牛。これ普通にさ、あれ？まあ、なんかさっき、あ。牛。羊。あ、豚ちゃんまでいる。あれとかさっき卵拾ったよね。これ食った方がいい。よさげ。あ、だね。It stinks。で、これは、これ撃ったらなんか敵来ちゃう。違う。あ、宝物だった。で、ちょっと待って。あ、もう、豚ちゃんがすげえ敵に感じ、あ、黒豚と白豚がいいんじゃん。おっことぬしと黒毛和牛。黒毛和牛はおかしいな。あ、やった。卵ちゃーだ。ちょっと回復力が多め。ずっと追いかけました方がいいんじゃないっていう。で、敵よ。敵はどこよ。あんなごっつい声あったっけ、あそこに。若干画面がね、マックス明るくしてるはずなんだけど、暗くて。どうしたもんかに。パソコン自体の明るくすればいいか。よいしょ。すげえ慎重。もうちょっと、もっと大胆にプレイした方がいいよね。じゃあ、走ってっか。あ、なんか、あそこ扉できてる。5分の3。え？あ、なんか鍵が必要。あれ？敵が2体しかいないぞ。でも、音は聞こえんだよな。これだから中にいるんだろうな、敵がな。でも、あんな銃声バンボンバンボン言っとったら、普通はさ、ドンデスタース。ん？こっちから来る？こっから飛び出してくる？ん？ドンデスタース。今、中でプレイが始まってる？ん？ああ、おうって。なんか、エロいぞ。声だけ聞くとちょっとエロいぞ。どういうこと？あ、こっち開かないんだ。だ裏口からしか入れないけど。どんでスタース？いや、入ってこいよ。あれ？ここはダメか。え、ここはダメか。あれ？どっから入ったらいいんだ、じゃあ。あ、これかもしかして。違うな、登れないな。あれ？あ、出てきてる、出てきてる。あ、このおばさん怖いんだよ、さっきからその突進が。オーバーハンキック。あ、見えた。あれ？溶けていくー。あれ？なんかどうやって入ったらいいんや、じゃあ。あ、なんか向こう側にもあるし、ここの鍵、あれ？ちょっと待って、速攻積んだぞ、これ。ん？おばはんどっから来たのよ。とりあえずこれはなんか青のコイン。はいはい。青い依頼書、各所に貼られた青い張り紙、依頼を受けられる、ファイル数を確認することができる。忌まわしき巨大な青いメダリオンを破壊してくれ。スピネル3つ。はいはいはい。了解です。あと3つ。あ、じゃああと2つ破壊したらスピネル3つくれるのね。通貨。あれ？これ、どっから入んのよ。あ、え？登れないよね。え？ここはダメか。開かない。え？牛ちゃん。どうしたらいいと思う？え？まさかの積みゲー？ちょっと待って。もう積んだ。早くない？あれ？ここ、無理なのか？こけこけ。あれ？おばさんどっから入ってきた？あ、ちょっと待って。青いコンがあった。よいしょ。あと一個。いや、それはいいんで。あと一個は OK なんだけど。違うな、こっちじゃないな。
あ、飛び越えた。はしご的なのもないし、こっち、あ、なんかあった。こっちか、じゃあ、やっぱり。ガンパウ。弾、あ、まあ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 。よく切羽詰まってからでいいか。あ、こっち開けれたのか。おーおーおー、そういうことね、そういうことね。なんかすげえピッピッピッピ言ってんなと思ったら。お。うれえな。登る前に。あ、やった。黄色ハーブ。これはもう積極的に使っていきますよ。違う違う違う。オッケー。で、なんとか組み合わせた方が良さげな。じゃあ登るか。あの小屋に入るのに一苦労すんだな、こんなに。うわー、なんかくるくる。これがあれだな。でもなんかこれ開けたらめっちゃ敵出てきそうな気がするんだけど。気のせいか。敵は、ここには、いなさげだね。今んとこ稲下げだね。ただ、え、ここに出てきた意味は何だ。あー、これあれか。あ、で、宝箱か。なるほどね。じゃあ、行こうか。降りるはいいけど、絶対帰んの？わかんない。キック。半玉。あ、こっちから行けるのかな。よし、オープンセサミ。フラゴン。フラミンゴとカビゴンと合体したみたいな。おお、なるほど。懐かしの。懐かしの施錠。ええ、おお、なんかごっついの来た。え、ちょっと待って、ごっついの来た、ごっついの来た。おい、てて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 、いきなりかよ。ちょっと待って、え、待って、ちょっと、俺の知らない敵が来た。なんだ貴様。お、めっちゃ敵オルガン。いって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 、なんだ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 。ちょっと待って、おかしいって。ほら、よいしょ。な、お、音がいかれてる。強い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 。あ、回避ってボタンが出てくるのね。E ボタンか。一瞬過ぎてちょっとむずいな。あれ？どこ行った？あ、いた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 。ほっ。よし。こいつ、あ、クラウン、頭クラウンだな、一応。よし、オッケー。あ、倒した。おー、なんだ、あいつ。開け方が超ダイナミックだった。ちょっと待って、アイテムが？あ、青いメダリオン。こっちか。いやー、全然割に合わないぞ、こいつ。ちょっと待って、青いメダリオンが、こ、あ、小屋の中にあるのか。え？小屋の中か。あ、あった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 。うん、全然。違うこと考えていける。依頼達成。ちょっと待って、ぶっ、あ、一気にショットガンがなくなった。で、ほいっと。宝石ルビー。キッチンナイフ。キッチンナイフ。木製の歯車。こっちは鍵を。あー、奥。こうやって開けとくの。なんかさ、ここ入った瞬間からなんかゴリ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 言ってるやつおるなって思ったら、あんなダイナミックな入店の仕方ありかいなっていう感じだったね。開けれる。あ、よかったよかった。ハンド弾はなんとかまだ。まあね、いつもねバイオやってて、あの後半の方弾余りまくるから積極的に、なんで先行手榴弾かな。
そう、積極的に弾使っていかないと。そう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 、まあ、捕獲して終わったら終わったで、そうやって勉強していかないと。相変わらず趣味悪いな。よし、出ていきましょう。で、おいしょ、お金お金で、ここはとりあえず OK で戻ってきたって感じかな。なるほどね。だからこれをはめておかないとできなかったから、行く順番としては正解だったわけだ。で、よいしょ開いた。で、開けたらまた出てくるとかって落ち。でもなさそうだね。し、回避ってのがいい。おーおーおー、びっくりした。こいつほんと。おてて、うん、あげて、なんか、チェーンソー男ばりの、あれだな。体力はでもチェーンソー男ではないのかな。とりあえず、取るべき、ん?これは?大丈夫かな?これは取るべきアイテムは取ってったって感じだね。よし、じゃあ行こうか。あれ、なんかこんな、橋あったっけか。まあ、それは多少は原作とは異なってか来るよね。いきなりこれ村長の家ってことはなさそうだよ。大丈夫かな?ちょっときついな。プルプルすな。プルプルすな。開け、これまだこっち、なんだ?ご飯、ああ、なんかすごい。これでも、これでもさすがにまだだよな。ちょっと待って。村のミス、ああ、そっか、だから鍵を手に入れてないからまだなんだ。よし。違うな。今ナイフで切っちゃいけなかった気がする。まあいいや。で、こっちで合ってるのかな?ふい、あ、なるほどね。普通にキーボードじゃないや、普通にクリックをしたらナイフを振ってくれんだ。こっちはいけないのか。いけ、あれ、ああ、違うな、ここじゃないのか、入るところ。分かんなくなっちゃった。どっから入ったらいいんだ。なんか普通に実況してるからさ、いつもみたいなフリートークとか喋ってるわけじゃないから、もうなんか淡々とやってってる感じだするよね。よし、じゃあ開けていこう。開かないんかい。なんかこっち行くしかないかってことだ、ことっすよね。そうだね、今開かないってなってるもんね。開くか開かないかの、まあいいや。じゃあこう、これこのにらめっこしません。普通の道中にも敵ってポチポチ出てくるよね。あ、これなんかまさか岩で橋、岩、うんこだステーロー、うんこだステーロー。おお、なんだ、お、ちょ、え、回避した、危なっ。あれ、今回避できてた。おお、ちょ待って、海賊みたいな武器持ったやつが来た。みなぎってやがる。ほら、落ちろ。落ちた。本当に落ちた。あ、本当に落ちた。あれ?急に進め、ああ、進める、こっちか。マップ重要だな、これな。アダラーヌの。あ、出た。怖いバー。ちょっとつ猛進バー。お前のことをゴードンと呼ぼう。ああ、なるほど。で、これでルイスのところになるわけですな。クラ。え、ちょっと待って。つけてや。あれ?レオン?
レオン、なんで懐中電灯つけへんかった？おーおーおお、コウモリ、なんかこれも撃ったらなんか解禁されそうだよね。なんかうん、ミッションっていうか。歩いてんなー。すげえこっち見てる。オッケー、いいね。なんか見回りバーは、あ、なんか見回りバーいなかった今。キューティクルもさ、これ、すぐ開いちゃうんだね。まあいいけどさ、いいんだけどさ。あれ？あ、いててててててて、もう、あ、もうこういうさ、しれっと用意すんのやめてほしい。じゃあ。また見つかった？後ろから来てるとかってオチはない？大丈夫だね。なんかすごいぶん投げてきてる音が聞こえるけど。おーおーおー。オッケー。オッケー。あれ村人も引っかかんだ。バカじゃん。何してんの？キリがない。キリがない。ってことはこれ、あんまり相手にしても良くないと思うじゃん。あー、もうこいつ嫌いなんだよね。よし、メレイ、もっと見な、もっと見な、もっと見な。あれ、なんかよし、おら、ハゲちゃピンっつーの。前いっそ、なんかめっちゃ見てる。なんか拾った、何拾ったかわからない。いっそで後ろ振り向きっそ。敵どこっそ。俺何言ってるっそ。あれ、敵ほんとどこっそ。あれ、正面からも、あ、めっちゃ来てるわ。あ、おったわ。やだね。するっそ。やな、予感するっそ。オッケーいっそ。え、ああ、なんかすごい、めっちゃありがとう。すごい、記してくれてる。こっちから敵来るか、こっち、ダイナマイトあるから今日。え、あーはー、どんどん言うてる。ご飯、え、もうご飯早くない？こっち行ったらなんか行き、待って、なんかさっきからすげえ危なっかしい音がいっぱいしてんだよね。敵どこよ。あ、いた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 。ふふふふふ。カモメいっぱいいいそう。何言ってるんそ。あ、助けてっそ。痛い。頭かち割れるっそ。キックっそ。お、危ないっそ。爆発するっそ。体力の加減がなんかなかなか難しいな。あれ、敵どこだ。さっきか、爆発はするんだけど、中にいんのか。中にいるわけでもないね。あ、ベアエーソー、すげえ気になんだよな、敵がどこにいるかっていうのが分かんないから。こんな、なんかその水、うん、おばさんのあえぐ声だけは聞こえてくるんだけど、なんかそれっぽいから撃ってみたら大正解でしたね。あ、違うんだよ、なんでだよ、なんでだよ、今ナイフ振ったじゃん。ダメージは食らわないんだね、ありがたいね。あれ、ちょっと待って、ほんと敵どこだ。あ、上にいんの、こっちなのか。ここ登れんだな。なるほどね。分かんなかった。破片主流。え、どっちだ。すごい、さっきからどん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 。あ、腰痛いのかい、おばちゃん。頑張るよね。大変だよね。力尽きたよね。で、溶けると。
さて、なんかさっきからすごいどん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 言うてるのが気になるので、中入っていこうか。これ飛び降りるんだよね。丁寧に降りるまでもない。あ、ここまた来んのか。へぇ。どういうルートで来ることになるんだ。で、そう、もう、すっごいどん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 言うてる。これも鍵がないといけない。だから、鍵すげえ重要なんだな。めっちゃどんどん言うてる。でもこれさすがに敵中にいるのかな。いてててててて。そこだ。This the place? ここか。あー、なるほどね。この段、この段階でのレオンは、ここにアシュリーがいると思い込んでいるということですね。違う、違う。ああ、この距離で爆発させて大丈夫か。全然平気だな。ひっくりともしねえ。一個だけ？これピッピッピッ、音鳴ってくれてるのありがたいよね。なんだ？ちょっと待ってね。回転。誰だよ。え？マジで誰？ああ、もうなんかすげえ気になる。音が激しい音やな。ギター What's that noise? そうなんだよね。さ、ブルワシキ、エラちゃんを救いにって思うけど、違う、俺の思ってたゴンゴンの音じゃなかった。おめえ誰だよ。ゴロ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 言うてる。すげえ嫌な予感がするんだけど。え？処刑マジに出てくる？まさかの。いや、折り方よ。原作のあのうにょうにょの正体はこいつだったのね。そういうことだったのか。これ撃っちゃっていいんじゃないか。さあ皆さん、感動のご対面ですよ。やっと会えたね。誰お前。That hurts, you know? Seemed like you really wanted to talk. How observant, señor. Now, say, you got a smoke? やりとりが変わんなくてすげえ安心すんだ。Oh, well, maybe just in time, then, huh?おー、いいね。Joder, not this guy. Who are you? Stop right there. うわ、痛い。あ、なんか問答無用。攻撃する間もない。なぜ、なぜ、怖い。痛い。え、めっちゃニヤニヤしてる。え、今回のサラザール、敵？あ、この場で、この場でお注射されんの？あ、早い。おお、あ、へえ、チャプター式になってんだ。なるほどね。ちょっと待って、チャプターリザルト。あ、なんかすごい、いろいろ手に入ってる。任務の始まり、チャプター1クリアする、ステルスキルを行う、メレーを行う、クラフト成功、神秘眼、宝石の組み合わせ、飾り付け、イェイ。メレーで10体倒す。自業自得？あー、そういうことね。52分撃退数、死亡回数がゼロっていうのがなんかこう素晴らしい感じがするよね。で、これで戻ると、あ、ここになるということか。 OK、 じゃあ区切りがいいところまでやってこれましたんで、一旦じゃあこの辺で終了とさせていただきましょうかね。はい、まああのじわじわとあのゆっくりと初プレイを楽しんでいきたいと思いますので、ぜひね、お付き合いいただけたら幸いでございます。ということでね、本日の動画は以上とさせていただきます。また次回パートでお会いいたしましょう。お疲れ様でした。あ、そうだ、チャンネル登録ボタンとグッドボタンお忘れなく。ではまたお会いしましょう。バイバイ。